回のあらすじ。水のリングを探しに洞窟へ。無事水のリングを見つけルドマンのところに行くと、美女3人に囲まれ究極の選択を迫られる。スルメであった。これルドマンさんとも話せん、ルドマンさんと結婚とかもできるのかな。なんとこの私が好きと申すか。そ、それはいかん。もう一度考えてみなさい。はい、ではね、ビアンカとフローラどっちと結婚するかをね、決めないといけないので決めたいと思うんですけど、正直ね、私フローラとね結婚する気満々だったんですよね。もうそういうもんだと思ってたので、だから今こんなね状況になるとは全く思ってなかったので、本当にねびっくりしてるんですけど、フローラはね本当に可愛くて周りの評判もすごいいいし、ちょっとしか話したことないんですけど、すごくいい子だっていうのがねわかるんですよね。でなんか今回の、ね、件もなんか私とね普通にこのままでは結婚できたのに、ビアンカの、ね、気持ちを悟ってこういう、ね、機会を作ってくれて、ね、時間を作ってくれて、すごくね人の気持ちがわかる子なんだなって思いますね。でビアンカもなんかね最初の小さい頃はねちょっとおませな女の子みたいな感じに思ってたんですけど、大人になったねビアンカを見たらすごい大人になってて、なんか可愛いし、しかもなんか結構ねかわいそうな境遇っていうか、お母さんも亡くなっててお父さんもね病気で、なんかほんと頑張ってたんだなっていう感じ、すごい守ってあげたいなっていう感じがすごいありましたね。でしかもなんかビアンカはもしかするとねお父さんが死んでしまったら、あの村でね一人で寂しく生きていくことになるかもしれないわけなんですよ。最悪孤独死する可能性もあるし、だからそう思うとね私は結婚してあげた方がビアンカを幸せになるかなと思うんですけど、逆にねフローラには、まあ、アンディがね言うんで、フローラにもアンディがいるから多分そこで結婚するんじゃないかなと思うんですよね。私に振られてもアンディいい子だったし、だからまあビアンカを選ぶのがまあみんな幸せに円満になるのかなと思うんですけど。そうなるとね、ドリンクバーってお得なように見えて本当は損なんじゃない？すごい苦渋の選択なんですけど、でもね私はフローラとね結婚したいと思います。うん、ビアンカとはねちょっと再会するのがほんのちょっとね遅かった感じがありますね。ごめん、私はフローラを選びます。まあスルメさん、私は守ってもらうことしかできない女ですのよ。それでも私を選んでくださるの？はい、守ります。あなたを一生守ります。本当に本当に私でいいの？はい。嬉しい、スルメさんありがとう。きっといい妻になりますわ。はい、私もいい旦那になります。よし決まったな。フローラを選んでくれたこと私も嬉しく思うぞ。では早速式の準備だ。花嫁の支度は私の別荘で整えさせよう。待ってください、私もお手伝いします。いい子やな。ふーん、あんた私を諦めるなんてやっぱり情けない男ね。ああ、私と結婚する価値のある男は一体どこにいるのかしら。ね、きっと現れます、いずれ。さて、いよいよ結婚式だが、実は山奥の温泉村の洞穴に腕のいい道具屋が住んでると聞いてね、花嫁にかぶせるシルクのベールを注文しておいたのだ。君には花嫁のためそのベールを受け取ってきてもらいたい。君が戻る頃には式の準備も終わるだろう。あ、なるほど。オッケー。なんか申し訳ないな、いろいろと。うん、いやでもね、申し訳ないと思うのが一番ね、よくないんで、お互いに。ビアンカにも失礼だし、フローラにもね、失礼になっちゃうんでね。私はね、フローラを選んだことを絶対に後悔はしませんよ。絶対に幸せにします。お、シルクのベルならご注文の通りいいのができたよ。そら、これだよ、持って行っておくれ。スルメはシルクのベールを受け取った。よし、ではね式に行きましょう。みんなが待ってるからね。ちょっとルドマンさんに挨拶していこう。おや、スルメ、ビアンカはどうしたんだい？え、結婚式の準備中？そうか、スルメはフローラさんという女性と結婚するのか。残念だけど仕方ないな。何、ビアンカはあれほどの美人だ。その気になれば男たちがほっとかないはずさ。わはは。きっとなんかこの村の人とね幸せになってくれることを祈ります。
スルメは目の前の墓を眺めた。そこに変わったところはないようだ。いやいや祈れよ。手を合わせろよ。ビアンカのお母さんだぞ。おスルメやっと戻ったか。結婚式の会場は遥か北東の海に浮かぶカジノ船に決めたぞ。おあそこ、あここじゃないんだ。本来は船で行く場所なので最近の危険な海の状態ではと諦めていたのだが、先ほどこちらに着いたヘンリー王子からいい話を聞いたものでな。いやスルメ久しぶりだな。結婚式の招待状をもらって慌ててきたんだけど、悪かったかな、お前がルーラーを使えることルドマンさんに話しちゃったんだよ。どういうこと。スルメさんご結婚おめでとうございます。ルドマン様はとてもいいお父様ですわ。お二人のため素敵な結婚式場を。はっはっは、スルメよ最高ではないか。わしの記憶をたどれば君の呪文でカジノ船まで飛べるはずだろう。え、全員行けんの。いや、いいけど。おー、すげえ。うわー、これは。あ、でも確かにモンスターたちと一緒に行ってるぐらいだからいいのか。スルメさん、大丈夫スルメさん。あー、かわいい。綺麗な花嫁がおる。よかったわ、気がついたのね、スルメさん。あんまり大勢を連れてきたから疲れたのでしょう。このカジノ船に着くなり倒れてしまったのよ。父が無理を言ってごめんなさい。あなたの身に何かあったら私。お、気がついたようだな。いや、すまなかったスルメ。ゆっくり休んでもらいたいところだが、もう結婚式が始まる時間のようだ。鬼か。結婚式の段取りはこの男から聞いてくれ。あ、それではご説明いたします。まず花婿様は先に神父様のところへお連れします。そこで花嫁様をお待ちください。花嫁様はこの特別室からお父様と一緒に歩きになって花婿様のもとへ。神父様のいらっしゃる祭壇の前でお二人が出会います。そこで神父様からのお話がありまして、あとは指輪の交換となります。普通の結婚式みたいですね。それではお時間ですので早速始めますか。よろしいですか。 OK です。はい、普通に結婚式ですね。ちゃんとした、すごい、こんなちゃんとやるんだ。やるっていうのはどうなのかな。あ、でもすごいすごい。おお。それでは本日これより神のお命においてスルメとフローラの結婚式を行います。皆さん看板後方の特別室をご注目ください。花嫁フローラの入場です。おお。めっちゃカジノって書いてあるからちょっとあれじゃない。ドキドキ。起きました、かわいい。なんか寄り添ってくるとかじゃないんですね、ルドマンさんと。おう神よ、この良き日良き場所にこの花嫁と花婿が導かれました。この二人の出会いをどうぞ祝福してください。さあ、それではお二人の誓いの言葉を。何時するめはフローラを妻とし、健やかなる時も病める時もその身を共にすることを誓いますか。はい。何時フローラはするめを妻夫とし、健やかなる時も病める時もその身を共にすることを誓いますか。はい、誓います。よろしい、では指輪の交換を。するめはフローラの指に、フローラはするめの指にリングをはめた。それでは神の御前で二人が夫婦となることの証をお見せなさい。さあ、誓いの口づけを。スルメさん、スルメはフローラに誓いの口づけをした。あ、すごい、花火すごい。お神よ、ここにまた新たな夫婦が生まれました。どうか末永くこの二人を見守ってくださいますよう。アーメン。フローラ、一生守っていくよ、これから。おめでとう、スルメ、幸せにな。いい夫婦になりましょう。スルメ、それにフローラさん、おめでとう。ありがとう。ピーピー、スルメさん、奥さんを大事にしろよ。なんだ、ピーピーって。泣いてるってことか。こうしてスルメはフローラと結婚した。スルメはカジノ船で遊ぶ暇もなく、二
再びルドマイやみんなを連れてサラマナへ戻り、その夜は遅くまで祝いの宴が続いたのだった。そして夜が明けた。ここはどこだ。おはようございます、スルメさん。いえ、あなた。ああ、結婚したんですね。よほどお疲れになったのね。もう夕方ですもの。結婚式の後休む間もなくみんなを連れて帰ったんですもの。無理もないわ。本当だよ。本当にわがままな父、ごめんなさいね。それに私、今こうして二人でいるのがまだ夢みたいですわ。私もだよ。でもこれからはずっと一緒なのね。ねえあなた、私よく考えたんですけど、やっぱりあなたの旅のお手伝いがしたいんです。あなたにはまだお母様を探す旅が残っているのでしょう。それなのに私はじっと家で待ってるだけなんて嫌なの。お願い、私もあなたの旅に連れて行ってください。もちろん危険な旅だけど。嬉しい、ありがとう。あなた、フローラが仲間に加わった。お嬢様なのでね、戦力になるのかちょっとわからないんですけど、でも私がねフローラを守っていきたいと思いますのでね、ご安心ください。父のルドマンにも話して私がついていくのを許してもらわなくちゃ。さあ行きましょう。あなたとか許すかな。ルドマン、大事な娘がね旅に行くなんて。スルメは荷物が少し重くなっているのに気づいて袋を覗き込んだ。なんと二人の結婚記念にとルドマンが街中に配った紅白饅頭が入っていた。はあな、何のアイテムなんだろうね。あと紅白饅頭、特に何も使えないっぽい。よし、アルドマンさんのところに行きましょう。よっ、ご両人のお出ましか。なかなか似合いの夫婦だぞ。ヘンリーさんたちは今朝早くお帰りになったが、スルメのことをいろいろと聞かせてもらった。なんでも伝説の勇者を探して旅をしているとか。そこでだ、私からの祝いを受け取ってくれい。後ろの宝箱の鍵を開けておいたから中のものを持ってゆくがいい。待ってました。フローラ、スルメが旅に出てる間は寂しいだろうが待っていてやれるな。そのことなんですけど、お父様、私スルメさんについていきたいんです。なんだって。それはいかんぞフローラ。でも私のいないところでスルメさんにもしものことがあったらと思うと、フローラの気持ちもわかるが、ではこうしたらどうだろう。実は山奥の村の西の小島に小さな祠があるんだが、その祠の中に置いてある壺の様子をスルメに見てきてもらおうと思っていたのだ。はあ、もしフローラがスルメに迷惑をかけずにそこまで行けたら二人食べるのを許そう。あ、なるほどね。どうだねフローラ。お父様きっとスルメさんのお手伝いをして帰ってきます。よし、決まった。ではフローラに祠の鍵を持たせよう。よろしく頼んだぞスルメ。お任せください。山奥の村の西の小島の祠だ。その中にある壺の色を調べてきてくれ。後ろの宝箱の鍵を開けておいたから中のものを持っていくがいい。よし、イエーイ、天空の盾を見つけた。強そう。イエーイ。じゃあなんだ、2000ゴールド。金持ちの割にはそんな多くないな私たちろくに話もせず夫婦になってしまいましたけど、これからはいっぱい話しましょうね。そうね、